皆さんこんにちは。昔からケーブルで音が変わることが知られています。しかしケーブルには固有の音がありません。音がないはずのケーブルを変えるとどうして音が変わるのでしょう。今回はケーブルで音が変わる原理を分かりやすく解説していきます。私の動画ではたびたび出力インピーダンスという言葉が出てきます。これがケーブルで音が変わることに関係しています。この図はプレイヤーとアンプをピンコードで接続しています。プラグやケーブルに固有の音はありません。どちらも無色透明です。出力インピーダンスはここです。この抵抗が大きいとケーブルの静電容量との組み合わせで広域がドロップしたりノイズが乗りやすくなります。これがケーブルで音が変わる基本原理です。こちらは機器の出力インピーダンスを並べた図です。オレンジの機器はケーブルの影響を受けません。静電容量で広域がドロップしますが過調域の外です。赤の機器はケーブルで音が変わります。 MM 型カートリッジはケーブルの静電容量が音に影響します。昇圧トランスではハムノイズが無視できなくなります。エレキギターではノイズと静電容量のダブルパンチです。ケーブルをできるだけ短くしてダイレクトボックスにつないでしまうのがおすすめです。このように同じケーブルでも出力インピーダンスの大きさによって音が変わったり変わらなくなります。ケーブルによる音の変化は出力インピーダンスとの組み合わせで生まれる見かけの音です。ケーブル固有の音ではないことに注意してください。ピンコードで音に関係するのは静電容量だけです。基本的に静電容量が小さいものほど音が変わりにくい良いケーブルと言えますが、高価なものは必要ありません。1000円くらいで手に入るもので十分な場合があります。こちらはケーブルの静電容量を調べた結果です。機器に付属する細いケーブルは静電容量が高いことがあります。これを赤白ケーブルに変えるだけで十分な性能が得られます。パワーアンプの出力インピーダンスはとても低いので静電容量は全く関係しません。ノイズも乗らないのでシールドもいらなくなります。スピーカーケーブルで音が変わる要因はケーブル自身の抵抗です。この抵抗とスピーカーのインピーダンスの組み合わせで音がイコライジングされます。この原理は以前の動画で説明していますので、詳しく知りたい方はご覧になってください。このイコライジングも組み合わせで生まれる見かけの音です。スピーカーケーブル固有の音ではないことに注意してください。スピーカーケーブルで音に関係するのは抵抗だけです。スピーカーケーブルは基本的に抵抗が小さいものほど音が変わりにくい良いケーブルです。胴体の純度や構造は関係ありません。この抵抗はある程度小さければ十分です。その目安は次の通りです。音に特別な要求がある場合の基準は1メートルあたり1スケアです。一般的な用途では3メートルあたり1スケアで十分です。6メートルで使うなら2スケア、9メートルなら3スケアを用意します。電線が太くなると扱いづらくなります。バイワイヤリングできる場合は端子をショートして2パラにすることで細い線を使うことができます。線の太さが AWG の場合は換算表を見てください。
ちなみに真空管アンプの出力インピダンスはパワーアンプと MC カートリッジの中間です。もともと抵抗が高いのでケーブルの影響はあまり関係しません。細すぎないものを使えば十分です。ケーブルというともう一つ電源ケーブルがあります。電源ケーブルで音が変わることはありません。これに議論の余地はありません。電源ケーブルは製品についてくるものをそのまま使えば OK です。変える理由があるとしたら電線が無駄に太いせいでプラグがまっすぐコンセントに刺さらない場合です。電源ケーブルで音が変わるのが本当だとするとアンプの方に問題があると言えます。アンプやスピーカーの内部配線を交換すると音が良くなることがあるのでしょうか。内部配線のケーブルは外に比べて短いのが普通です。長さが10分の1になれば影響も10分の1です。このような短い配線を交換したところで何も変わりません。電気信号はプリント基板のパターンや1個1円に満たないような抵抗器を通ってきます。その中の一部に高価な材料を使うのは無駄です。以上の結果をまとめると次の通りです。ピンコードは出力インピダンスと静電容量の組み合わせで音が変わります。スピーカーケーブルは抵抗とスピーカーのインピダンスの組み合わせで音が変わります。この2つは音が変わる原理が違うことに注意してください。どちらにしてもケーブル自体に固有の音はありません。ケーブルによる音の変化は組み合わせによって生まれる見かけの音です。組み合わせの影響が少ない使い方をすれば無色にできます。オーディオシステムはケーブルで音が変わるような組み合わせを避けるべきです。ケーブルごときで音が変わらないシステムを作るのが理想です。ところで世の中には胴体の純度を高くしたり構造に工夫を凝らした高価なケーブルがあります。このような商品の効果はイメージです。人間は見た目や材料のイメージを音に結びつけて実際にその音が出ているように感じることができます。例えば純度の高いケーブルを使えば音の純度が高くなったように感じるし、貴金属のケーブルを使えば高貴な音に感じることができます。それではこういうものに意味がないかというとそうではありません。趣味の世界では商品の見た目やイメージが重要です。素材や見た目に優れた商品は高価ですが、実際の音に違いがないことを知った上でその価値に納得できるなら買って損はありません。ご視聴ありがとうございました。